さあ、というわけで、今回のゲストは、耳鳴りのパパロアの、いや、耳鳴りの方が個人的には、個人的には思い入れがある。はい、じゃあ、耳鳴りの小川くんです。よろしくお願いします。小川と申します。よろしくお願いします。今はね、作家さんでしょ、はい、そうなんですよ。結構、エレキコミックの現場で会う確率が高いよね。そうですね。やつりフェスとか、うん、エレカタの現場とか、うん、はい。うん。ナックファイブでもやってたよね。あ、そうなんですよ。うん、3月末まで終わっちゃったんですけど、うん、はい、うん。さあ、そんなわけで、結成、耳鳴りは95年やから結構古いよね。そうですね。高校の同級生なんでしょ？そうなんです。川島くんとはね。はい。で、大学に入って、落ち研に入って、まあそこで結成みたいなこと？正式には、高校が川島くんとは同じ高校で、うん、はいはいはい、なんとなくこう、高3の、進路をどうするかっていう、まあ、冬ですね。高3の冬、うん、94年の年末ぐらいに、僕はコンビ結成も持ちかけて、うん、で、一応、組んでもいいよって言ってくれて、年明けか、その年末か、まあ、ラママの新人コント大会に挑戦を始めたんですね。あ、じゃあまだ高校在学中。そうです。すごい。うんうんうん、それで、最初は僕は熱を出しちゃって、参加できず。高校生っぽいな。で、次は無事挑戦できたんですよ、ネタ見せに。でも落ちちゃって。うん、その次かな、その次、ネタ見せに通ったんですよ。うん、すごいよ。はい。本番が、3月の最終金曜日で、うん、ちょっと3月の31日だったんですね、その年は。はいはい、なるほどね。はい、あ。なので、もう卒業はしてたんですけども、うん、学生服、なぜか着て、行きましたね。いや、ずるいな、ちょっと。なんでだろう。高校生感。計算だったかもしれないですね。もう何、はい、枕が終わったん枕が終わったから。ちょっと、体が熱くなっちゃって。すいません。そうね。そこが初舞台ってことでしょ？初舞台でした。もちろんコーラスラインでな、ゴングショーなんでしょ？そうです。もう、散々たる内容で、やっぱその、基礎ができてないから、うんうん、その舞台の客席、舞台から客席に届ける音量で、まずできてなかったんですね。あ、うん、で、あの頃のお客さんってやっぱこう、シビアで、うん、初めてすぐもう、聞こえないみたいな。うわ言われて。客席が治安が悪かった頃ね。うん、そういう時期だったんですかね。それでも、あっという間に10本手が上がっちゃって。うわあっそう。ダメでした。よくそこで心が折れなかったね。そうですね。うん、なんか、一応、聞こえないって言われて、思わず舞台上で、うんって言って、これ大きめにしましたけど、ダメでしたね。あ、そう。でも、その時はさ、もう大学に進学決まってたわけでしょ？あ、決めてました。はい。うん。じゃあもう大学行きつつ、そうやって、まあ、いわばプロじゃない。舞台に出るってことは。そうですね。そういう活動しつつってこと？はい、そうです。で、うん、僕は大学入って、お笑いの場数を踏みたかったんで、うん、お笑いサークルを探したら唯一だったのが落語研究会で、うん、で、入部したって感じですね。うん。エレキコミックは、同期ぐらいなのかな？エレキコミックは先輩で。先輩なんや。うん、はい。僕が1年生の時に、うん、やついさんがですね、部長をやってたんですね、3年生で。はい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 。うん。今立さんが、うん、その下の 2年生で、僕とやついさんの間に。あ、なるほどね。最初にラママ出た時、どんな人が出たか覚えてる？漫才師さんがトップバッターおだとか、カイザリ水路さんもいて、へぇ、なんか、うん、勝手が分かんなかったんで、こうネタ合わせする場所を探しにさまよってて、うん、なんかドア開けたら、うん、会社の水魚さんが、うん、もう、なんつうんですか、うん、こう、地面でこう、二人、座りながら、うん、こう、うんこ座りで座りながらネタ合わせしてて、うん、こうやって見られて、うん、すいませんっつって、締めたりとか、いいね。そういうのは、まだ未だに覚えてますね。もう、だってボキャブラブームの、直前とか、そうぐらいかな。95年なんで、そうですね、うん。うん。で、まあ、そのまま大学時代もそういう活動を続けて、はい。んで、
卒業してからもまあ本格的にプロになるみたいな感じかな。そうですね、うん、もういよいよ、うん、もうお笑いで食っていこうっていう意気込んで、うん、そこはもうじゃあちょっと相方とはもう意見が一致してたわけね。なんかあ、そうですね、はい、そういう就職するとかじゃなくて、はい、このままプロで行こうみたいな。そうです、はい、うん、でそれはじゃあ99年とかそれぐらいなんのかな。まさに99年ですね、はい、うん、結構あの頃はちょうどねこうボキャブラが人気あって終わるかぐらいの時あったもんね。そうですね、だからちょっと谷間の時代あったもんね。エンタとかが始まる前のちょっとそのなんか評価期じゃないけど、オンバトが始まるぐらいの時、ね、ぐらいな、ね、うん、はい、オンバトの初期の頃も最初から注目されたわけじゃないしな。そうですね、うん、まあ、その頃はもうライブ活動ってこと地味。そうです、はい、うん、シアター D のライブには学生時代から結構出てて、うん、そのままシアター D のライブとかよく出てた感じですかね。うんうん、でまあまあ結構ライブ活動を続けながらもちょこちょこな、はい、テレビとかにも出たりもしてたもんね。そうっすね、割と、うん、ブレイクも、うん、ブレイクも出てました、うん、よく知ってますね。うん、俺はもうウィキペディアで見たから。でほらエンタに出たじゃない、エンタの方から、はい、でその時に改名しちゃうのよね、耳鳴りから。そうなんですよ、はい、うん、パパロアに。そうなんですよ、あれはもう、うん、収録の時は耳鳴りで収録してて。あ、そうなんや、うん、そうなんです、うん、でオンエアされるタイミングで、うん、やっぱしこう耳鳴りはまずいじゃないかってなりましてって連絡が来てですね。おうおう、でちょうど僕らも、うん、まあ、耳鳴りっていう名前、まあ、よくはないよなと思ってて。ちょっと待って、もうその時点でさ、はい、もう十数年耳鳴りでやってたわけやろ。そうだそうなんです。遅いな。で、やっぱ変えるタイミングっていうのは分かんなかったんですよね。そうやな、うん。なんかきっかけないとな。そうなんです。うん、それがいいタイミングかもな、なんて思ってたんですね。うん、じゃあ分かりましたって言ったら、うん、そのエンタのプロデューサーの一番偉い小見さんっていう、うん、視聴率男の演出家の方がいくつか考えてくださったらしくて。あ、なるほど。うん。それがパパロアだったんですよね。あ、小見さんのつけた名前なんや、いわば。そうなんです。あ、そうなんや。へえ。で、俺なんか噂に聞いてたら、はい、結構その耳鳴りはエンタのね、中で有望視されてて、もう次のスター候補でちょっと耳鳴りが来るらしいっていう、まことしやかな芸人仲間から噂聞いててんけど。マジっすか？うん。結局何回オンエアされたのかな、エンタ。1回ですよ。1回なんや。はい。そんな期待されてるみたいなの全く知らなかったです、僕。え、ほんと？はい。なんか、ほら結構ねエンタがブームの頃でしょあれ。そうですそうです、うん、ほんでついに来たなっつって、次は耳鳴りらしいよみたいな噂を聞いてて、ほんで一回オンエアされて、お、ついに来たなって俺テレビで見てて思って。あ、ありがとうございます。まあこう続編がなかったわけでしょ。、うん、そうです、なかったんですよ。結構どれぐらい打ち合わせやってたの？あれ長いことやるよね、打ち合わせ、ね、やりますね。半年ぐらいやったんじゃないかな、うんうん、半年ぐらいやって、まあ収録にこぎつけて、うんうん、でオンエアされて、でディレクターの人から、うん、視聴率を落ちなかったですよって言われて、お、で次の収録に向けて動いてたんですけど、うんうんうん、やっぱそこでなかなかいいのが出なかったんですよね。そうなんや。はい、結構なシビアやもんね。結構視聴率ちょっとでもしたら絶対呼んでくれへんとかさ。そうなんですよ。その後打ち合わせ続けたけど。こうダメでした。はい、で深夜の、うん、なんかエンタの天使みたいなところに、うんうん、出してくれましたけどね、うん。それで終わりましたね。そうか。でも一回なオンエアされたら期待しちゃうもんね。次もあるかもって。そうなんですよ。で、うん、なんかね営業とかにもいっぱい呼ばれるんじゃないかみたいなね。うん、なんならエンタのために改名してるからな。そうなんですよ。時代と寝たんですよ僕は。気持ち的には。ね、時代にやり捨てられてしまったよな。本当ですよ。さっき藤井さんもおっしゃってましたけど、うん、コンビ名には愛着があったんで。そうやな。はい、でも僕の相方の川島君の方が本当にもう改名に関しては、うん、もっといい自分のつけたかった名前にできたかったって言ってますね。あ、そうや、どうせ改名するならな。そうなんです。で何個か提案したんですけど全部却下で、うん、却下されたの。そうなんですよ。
で、結局、じゃあ、向こうの決めた名前になって。そうです。古見さんも、やっぱ、つけてくれた名前で、行くしか、なかったよね。なかったっすね。なのに、なのに2回目出してくれない。はい。つぶたいなぁ、それちょっと。じゃあ、今もう、そうです。客観的に見ても、結構悲しい歴史ですよね。やっぱ、あれがさ、ちょっと、きっかけになったんじゃないの、解散。一回出してもらって、打ち合わせ続けるけれども、なかなか次決まらないってなったら、どうしてもモチベーション下がっていくじゃない。時期的には、僕の中で解散が割と大きく締め出したのは、本当その辺ですね、まさに。やっぱそうなんや。はい。まあ、言うても十何年やってたからな。そうなんです。エンタに出るって、ちょっとラストチャンスぐらいの気持ちあったやろうし。そうです。で、結局、エンタとか、ああいうネタ番組で、通用するネタは一本しか なかったんだなっていうショックと、あと、オンエアバトルとかでも、オンエアバトルも一回しかオンエアされなかったんですよね。それは同じネタ？同じネタだったかな、かもしれないですね。でも十何年な、ずっとコント作り続けたわけやもんね。そうなんです。で、あの、十何年やってこれか。で、僕と川島くんは結構演技とかがこう上手いタイプじゃなくて、野球の球種で言ったら一個しかこう、なんていうんですかね、できないというか。まあコントとか設定とかいろいろ変えてもなんとなく同じ雰囲気になっちゃうみたいなことで。でもそれが味やったりすんねんけどね、コンビの味やったりとか。やっぱその時当時30代前半だったんですよ。で、30代、あの頃の30代前半で食えてないっていう価値観が、割ともうそろそろかなっていう価値観の時代だったんですよね。でもそうやね。10年近く。今考えると結構若くして辞めたなとは思うんですけど、30もすぐ半ばに差し掛かっちゃうよな、みたいな思って、で、この先、面白いネタ作れそうにもないし、わ、なんかこう、演技とかそういう表現力の方での進化も遂げれそうにないなっていうのが僕の中にあって、そうなんですよね。まあ、だんだん悪い方向に考えちゃったわけね。そうですね。キングオブコントとかはどうやったの？キングオブコントも、一点二回戦でしたね。あ、そうなんや。はい。どっかで何かしらちょっとでもな、引っかかってればそこがちょっとね、こう命綱になったかもしれんけど、そうですね。なかなかそれが見出せなかったよね。そうなんですよ。ほんで、じゃあ解散切り出したのは大川くんの方なの？僕からですね。2007年にエンタ出て、で、2008年ぐらいは、いつ川島くんに解散を切り出そうかな、みたいな感じの日々で、電話で、川島くんには、ちょっと解散したいと思ってるんだってことを。その時さ、川島くんの反応的にはどうなの？まあ、ってのを一回挟んで、うん、わかったっていう。おうおう。というわけで、チャンネル登録、高評価のボタン、コメント、ツイッターのフォローなど、皆さんよろしくお願いします。